どちらか奇数と偶数と2人で話し合って決めてください。じゃあ偶数奇数で、はい、で僕がそれで握手する感じで手を出してください。でしなくていいです、しなくていいです。で奇数って言ったら奇数が捕まえてください。偶数逃げてください。逃げるの？はい、もうぐっと手を引くでいいです、はい、で偶数ったら偶数が捕まえてる、奇数が逃げる。指相撲みたいなもんな、ちょっと違いますね。いきます。偶数、ああ、はい、そうですね、はい、偶数ピクピン言ってます。奇数ちょっとな、奇数偶数、はい、素晴らしいです。じゃあ今度は数字の1と2を言います。1と2、ね、どちらが1で、どちらが奇数で、どちらが偶数か分かりますね。1と2、1、偶数の人が2です。はい、奇数の人が1です。いきます。ちょっと待って、僕が 2？ 2です。2、1 1、 1っていうと1は捕まえるんですよ。そうですね、2が逃げるんですよ、うんうん、1あれ1言われた方まずは逃げる、逃げるんだ、1の時に逃げるんだ。2 2 2 1、はい、素晴らしいです。スパイさん、今度は1から10の数字を言います。あ、1から10の時ドキドキしちゃうなこれ、本当ドキドキする。それ言います。5、え、奇数偶数と同じじゃない、うん、はい、6、あった8 4、あ、違う違う、ちょっとどっちだったっけ、僕は偶数だったっけ、はい、4 8 9 もう一個スパイスアップします。今度は僕がせーのというので、うん、2人で1から10好きな数字を言い合ってください。お互い聞こえるように、何でもいいです、うん、1から10の数字で、それを足した数字が奇数だったら奇数が捕まる、足した偶数が数字が偶数だったら偶数が捕まる。難しい、はい、いきますよ、せーの、5 5、あ、同じタイミングでください、同じタイミングで、うん、で今だったら10だから偶数が捕まるんです、うん、あ、そっか、いきます、せーの、1 7。せーの、2 3。あ、俺同化してんのやっぱ、せーの、4。あ、引かなくちゃいけないんだ。せーの、2 7。あっ、はい、OK です。いや、これです、これが主役。汗かいてるの？そうですね、汗かいてる、いや本当に汗かきますね。で、頭も熱くなるし、うんうんうん、でこれを例えば僕子供たちやるときはお互いにこう線引いて向かい合ってせーのってやるわけです。で負けたら、勝った方が鬼ごっこ捕まえに行く、負けたらこっちまで逃げるっていう線も、いろんな応用ができるっていうことですね。そうそう、それはもうアスリートでもできるし、まあ、そういう子供たちもできるし、まあ、幼稚園じゃ足し算ちょっとできないからなんですけど、そういうのとかも、まあ、これにはちょっと入ってないんですけど、これがもうシナプソルジーなんです。いや本当に汗かきますね。汗かくんですよ、汗かくし脳が疲れる、脳が、そうです、うんうん、だからあんまりやらないようにっていう20分ぐらいで十分なんですね。そうそうそう、あ、全体でね、はい、一つ一つやりすぎるとちょっと、うん、今度ストレスになっちゃうね、うん、本当これを例えば毎日でもちょっと10分そのシナプソルの時間みたいな感じでやっていくと、まあ、その認知機能もそうですけど注意機能とかそういうのも上がる、うん、あと集中力も上がる。だこれミーティングの前とかに、会社の会議の前とかでやると良かったりするみたいです。あとこうコミュニケーションも笑顔も出るし、まあ、あんまり声はあんま出していけませんけど、でも声出すし、うん、普段あんまり声出さないおじいちゃんおばあちゃんもなんか最終的には笑って終わってるみたいな。セミナーの時にこれ最初にやるのいいかもしれないね、うん、笑いが出ていいですね。笑いもあるし、脳がほら少し活性化させてから話聞いてもらった方がいいから。汗かいたでしょ、うん、そうですね、あとは笑いね、いや面白い、面白いね、ありがとうございました。まあ今日次回どうするってことを決める必要もないけど、うん、